ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、アポロです。こんにちは。今日はですね、会社を辞めて独立起業するタイミングについてお話していきます。情報販売ですね、コンテンツビジネスで、独立起業を考える場合にどのタイミングで会社をですね辞めたらいいのかって話です。ただ最初にですね、お伝えしておきたいのは、決してそのサラリーマンとして生きる生き方が間違ってますよっていう意味ではないので、そこだけ誤解のないようにしてほしいと思います。もし自分で独立して自由にですねお金を稼いで生きていきたいっていうのであれば、今日の話を聞いてもらえればいいと思うんですけど、決してサラリーマンがダメで起業するのが正しいんですよっていう意図で言ってるわけではないので、その点だけね、誤解のないようにしてほしいと思います。で、結論から先に言うとですね、もう今すぐにでも会社を辞めて独立した方がいいと思います。僕、もしあなたがですね今やってる仕事が好きだとかすごくやりがいを感じてるんであれば、決して辞める必要はないですけど、例えばもうやりたくもない仕事をやっていてストレスまみれで今ね仕方なくお金のためにねやってますっていうんだったら、もう今すぐにでも辞めた方がいいと思います。っていうのは、もちろんお金も大事ですけど、やっぱりね人生ってこう時間なんですよね。僕たちってやっぱりこう時間って言い方をするからちょっとねあんまりピンとこないかもしれないですけど、結局は寿命ですよ。自分の命を削って日々ね生きてるわけなんで、その寿命をですね楽しく過ごすのか暗く過ごすのかで全然やっぱ人生って変わってくるんですよ。どうせなら少しでも1秒でも多くね楽しい時間を過ごしたいじゃないですか。それをねお金のために、例えば嫌な仕事をね20年30年40年と続けていくって考えると、そっちの方がよっぽど地獄だと思うんですね。なんで、もし自分が今やってる仕事が全然やりたくないとか楽しくない、ストレスまみれで本当に嫌だっていうんだったら、僕はすぐに辞めた方がいいと思います。でもそういうふうに言うと、やっぱりね、いやそんなことしたら生きていけなくなるじゃんっていうふうに思う人が多いと思うんですよ。だからこそやっぱりみんなそのまま続けるっていうね選択をすると思うんですけど、そんなことは決してなくて、情報販売に関して言えばですね、別に起業するのにものすごく膨大なお金が必要になるわけじゃないですよね。別にオフィスもいらないし、でスタッフもいらないし、それこそ商品もいらないわけだから、一切そのコストがかからないわけですよ。なんで仮にこう独立ねして一切商品が売れなくても、そういう赤字を抱えるリスクってないわけです。もうインターネット代とかそれぐらいですよ、せいぜい。いやでもそんなことしたらね、収入がなくなったら生きていけなくなるじゃんと思うかもしれないですけど、だったら例えばもうめちゃくちゃ安いところに引っ越すとか、あるいはもう僕だったら実家に帰ると思います。実家に帰れば基本的にそういう生活費とか家賃とかそういうものって基本的にいらないじゃないですか。で、ちょっと話それるんですけど、こっち僕が住んでるカナダで、例えばフィリピン人とかインド人ってすごくいっぱいいるんですよ。僕の住んでる、バンクーバーの郊外なんですけど、フィリピン人インド人ってすごくいっぱいいて、で彼らは基本的にそのホワイトカラーの仕事じゃなくて、どっちかっていうと現場労働とか、もうほんと最低賃金とかで働いてる。僕も一時期スーパーの夜間店員で働いてたんですけど、もうスタッフはインド人とフィリピン人ばっかりなんですね。で彼らの給料って決して高くなくて、やっぱりその最低賃金で働いてる、日本円で言うならば本当20万円いかないぐらいですよ。それぐらいの給料で働いてるんですね。でも結構いい車乗ってるんですよ。こっちは高いですよ、本当家賃とかもね。ワンルームで本当1500ドルとかするので、日本円だったら12、3万ぐらい、 1DK ですよ、 1LDK か、 1LDK でそれぐらいですよ。でも本当リビングコストが高いんですよ。1ヶ月、我が家とかだったら本当 4,5,000 ドルぐらい生活費だけでかかるぐらい、それで収入が 2,000 ドルですよ。でそういうような状態なんですけど、彼らはすごくいい車を乗ってると。これはなぜかっていうとですね、複数の家族で一つのプロパティ、そのなんていうんですか、部屋に住んでるからですね。例えばその、いわゆる3世帯同居みたいな感じですよ。3世帯プラス兄弟同居みたいな、一つの家の中に親世代がいて、自分世代がいて、自分の兄弟がいて、自分の子供がいてっていうふうになると、もし親も働いていて、自分も働いていて、兄弟も働いていて、自分の配偶者も働いていて、兄弟とかね、兄弟の配偶者も働いていて、なおかつ子供もそこそこ大きくなってきて、子供たちも働くようになってきたら、収入がすごい増えると思うんですね。仮に自分と、ね、兄弟夫婦そして親だけが働いてたとしても、収入が6倍になるじゃないですか。で同じ家に住んでるから、食費やね、その家賃や何やって折半して もかなりビビったものだと思うんですよ。
でそういう風にやるからお金が貯まるんですね。その最低賃金とかで働いていてもそんなめちゃくちゃいい車に乗れたりするわけですよ。だからそもそももしあなたが今一人暮らしというかね、親から離れて暮らしてるんだったら、なんでそれをしてるのかってことをですね、考えてほしいんですけど、そこまでするメリットがあるのかなと。僕だったら兄弟とか親と一緒に暮らしてやってる方がお金も貯まるし絶対いいと思うんですね。単純になんかその親と一緒に暮らすといろいろ面倒くさいからっていう理由だけで一人暮らしをしてたりとかね、親元離れて暮らしてるのが多いと思うんですけど、それによって自分で全部ね、そのリビングコストを払わないといけなくなって、もうお金が全然貯まらないっていう状態になるわけですよ。だったら実家に帰って、実家だったらそういうものはお金かかる、まあ、月々ねいくらか入れるとしても数万円とか 2,3 万とかね入れとけばいいじゃないですか。そうしたら全然その仮に稼げない時期が長く続いても問題ないということですね。で一般のビジネス物販とかだったら商品が売れなければ赤字になるんでね、いつかその借金を抱えてタイムリミットが来ると思うんですけど、コンテンツビジネス、情報販売ビジネスっていうのは商品が売れなくてもそういう赤字になる心配がないんで、タイムリミットって来ないんですね。だからじっくり時間をかけてね、やることができるわけです。でこの業界とかだと結構ね、今大成功してる人とかでももともとニートでしたとかっていう人結構いるんですけど、そういう人の方が逆に成功しやすかったりするんですね。もう追い込まれていて、かつ膨大な時間がある人、やっぱりね、その例えばサラリーマンやっていて1日に勉強とか作業に1時間しか使えませんっていう人と、もうやることがなくて家実家にずっといて1日ね、例えば12時間使えますって人がいた場合、どっちがね有利かっていうと、やっぱりその時間がある人の方が有利なんですよ。スタート地点はサラリーマンでね、能力とかスキルとか実績とか過去のね学歴とか頭の良さとかねあって、その人の方がスタート地点は有利だったとしても、やっぱりね時間持ってる人の方が有利なんですよね。勉強もいっぱいできるし作業もいっぱいできるから、やがて追い抜かれてしまうってわけですね。なんでそういう人の方が成功しやすいんですよ。もちろんですね、本人の性格にもよりますよ。もし自分がですね低気に流れてすぐにだらけてしまうような性格だったら、ニートになって実家に入るとどん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 だらけて堕落した生活になってしまうんで、そこはやっぱ自分をしっかりと管理できて頑張れるっていう性格にしていかないといけないんですけど、基本的にそういうような感じでもうね後がないと、ね、本当に実家に入って帰って一年発起してね、ここで絶対成功しないとっていうぐらいの気持ちがある人だったら、そういう状態でもだらけることもないし一生懸命やると思うんですよ。で1日10時間12時間ね毎日勉強したり作業してたりしてたら、それは成功しますよね。だけどやっぱりそのみんな目先のお金をですね追い求めて、会社に働きながら、ね、かつ成功したいっていうふうになってるわけですね。安定してリスクを犯さないままできれば成功したいと、でもやっぱり1日1時間2時間しか使えないから、あんまり大した成果が得られないってことですね。やっぱりこう何事もトレードオフなんで、どっちを取るかなんですね。目先のお金を取るのか、それとも長期的なね成功を取るのかっていうところで、多くの人も9割ぐらいの人はその目先のお金を選択するんですね。サラリーマンとして生きるっていう方を選択して、まあね1時間2時間やってもやっぱりもし成功するとしてもすごく時間がかかったりとか、得られる成果もすごく小さかったりとかするわけですね。まあ時間管理マトリックスっていうのがありますけど、緊急かつ重要、ここばっかりやっちゃうんですね。緊急かつ重要って要するにこの目先の仕事ですよ。本業がやっぱり緊急かつ重要だから、それを選択してやるんですけど、そうすると重要だが緊急ではない、第二領域のことが全くできない、全部後回しになって、その作業とか勉強とか自己投資に一切お金が使えなくなって、人生が全然良くなっていかないっていうふうになるんで、やっぱりねその時間って武器なんですね。でいかにその時間を長く取るかってことを考えると、やっぱりそういう会社を辞めて、ね、たっぷり作業の時間を取れるっていうことをした方がやっぱり成功はしやすいですね。で実家で暮らすのが嫌だって言ってもやっぱ数年のもんじゃないか、 2,3 年我慢してそこで結果を出してお金持ちになれば、そこから引っ越してまた一人暮らしとかね、自分のパートナーとか子供と暮らして親と離れて暮らせばいいだけなんで、ほんの数年間の間だけなんですね。別にそれぐらいだったら我慢できると思いますし、そもそも今これだけリモート化が進んでいて、もう都会に住む必要性すらもないわけですね。実家に帰って働くこともできるわけだし、ね、それこそ在宅勤務とかもできるわけじゃないですか。ってなると別にもうね、そういう都会に住む必然性もそもそもあるのかっていう話になってくると思うんで、まあ、そのあたりも考えながら、やっぱりこの時間をいかに使うのか。お金がある人はお金で全部解決できるんですよ。優秀な人を雇ったりとか外注したりとかね、広告を打ったりとかできるんですけど、やっぱりそういうお金がない個人っていうのは全部自分でやらないといけない、広告も使えないし外注もできないしっていうのは全部自分でやらないといけないんですけど、そうするとやっぱ時間が足りないんですよ。
いかにこの時間を自分で捻出してそこに全てを投資するのかってことがすごく大事なところですね。だから僕としてはですね、やっぱりその情報販売ビジネス、コンテンツビジネスっていうのは基本的にそういう赤字で、ね、売れないからタイムリミットが来て倒産とかっていうことは基本的にないんで、だったら今すぐにでもやめて時間をたっぷりとって時間をかけながら徐々にビジネスを大きくしていくっていう選択をした方がいいかなと思います。なんでもし、ね、一般的にはねすぐに会社を辞めるなんてリスクがありすぎるっていうふうに言う人も多いと思うんですけど、まあ、それは一般的なこう物販とかの話であって、別に実家に帰ればねそういうことも別にないだろうし、実家に帰らなくてもね、本当に安いマンションとかで本当に 2,3 年だけ我慢して住めばいいじゃないですか。でどっちが欲しいんだって話ですね。その自分 の、目先のお金が欲しいのか、それとも将来的な自分 の、その理想を実現したいのかっていう、そこの天秤にかけて、それでもねやっぱり目先のお金が欲しいっていうんだったらその選択をすればいいし、いや絶対そんな人生は嫌だと、自分はこの理想を実現していきたいんだっていうふうに思うんだったらそっちを選べばいいし、どっちかなんですね。やっぱそれ他人軸で決めない、自分の本当に心の底から思っていることを基準に決めるってことをしないと、世間一般の人はこういう選択をしているから自分もそうするっていうのは一番良くないので、まあ、ぜひですね、今後どうしていきたいのかってことを考える際に、まあ、参考に、ね、してほしいと思います。